皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは100点満点と50点満点、静岡県内の公立の中学校、多くの中学校はテスト1教科50点満点で採点をしています。中には中学1年生と2年生の時は100点満点、中学3年生になると50点満点、こういう学校もあるんですけれど、多くの中学校は50点満点で採点しているんですよね。これはなぜかというと、静岡県の公立高校の入試、これが50点満点だからだと思っています。でも小学校の時にはこれ100点満点で採点しているんですよね。小学校のテストは100点満点、中学になったら50点満点になっちゃうんですよ。これなぜそんな風になったかっていうのを、県の教育委員会、これ静岡県庁の中にあるんですけど、この教育委員会に行って、質問したことがありましたね。このような配点になったのはいつからか、なぜこのような配点にしたのかと、と教育委員会の人は、いやー、私たちの時代はすでに50点満点になっていて、なぜという理由については考えたこともありませんでした。教育委員会の人もいつなったかその理由さえ分からなかったんですよね。なぜ私が今回このタイトルにしたかっていうと、実は100点満点と50点満点だと子どもたちのテストの点に対する感じ方が変わってくるんです。どんな風に変わるかというと、50点満点だとテストの点が30点を超えると、うわできた、あ30何点だ、うわテストできた、こんな風に感じるんですよね。でも30点で100点満点に直したら60点ですよね。60点のテストを見てこれはできたと思いますか？でも50点満点で30点を取るとできたと思っちゃうんですよね。そして満足して、じゃあもうちょっと勉強頑張ろうっていう気がなかなか起きないんです。ですから私はまた中学校のテストも100点満点に戻してくれないかななんて、こんな風に感じています。今回は100点満点と50点満点というタイトルでお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。